宇宙から、身近な暮らしに役立つ人工衛星、中でも毎日欠かさず触れるのが気象衛星から送られる気象情報。それは最も身近な宇宙からのお知らせ。三菱電機の気象衛星はより詳細な情報で私たちの生活を支える。私たちの暮らしに欠かせない日々の天気予報、気象衛星ひまわり8号、9号は観測機能の強化により台風の移動や集中豪雨、火山灰の分布などをより詳細に把握できるようになります。日本だけではなく、アジア、太平洋の30以上の国や地域に観測データを提供、多くの国の防災対策に役立ちます。確かな導きを宇宙から、初めての場所でももう迷わない、いつでも正確に宇宙から導いてくれる三菱電機の測位衛星は宇宙からの道しるべ。 GPS に代表される宇宙から測位情報を送る人工衛星、カーナビをはじめとする位置情報サービスに活用されています。常に日本のほぼ真上に位置する順天頂衛星システムが実現すれば、センチメーター級の測位精度の向上により、列車の運行管理、子ども老人の見守り、無人の機や車の自動運転への応用が期待されています。宇宙から地球環境を見守る、この地球で安心して暮らすため、環境の変化を迅速に把握する、三菱電機の観測衛星は生活の安全を見守っている。常に地球環境を見守る観測衛星、温室効果ガスの濃度分布を観測し、地球温暖化の防止のためのデータを収集、地球環境の保全のために役立っています。昼夜天候問わず観測することもでき、災害時の状況把握にも貢献しています。つながりが増した宇宙から、どこにいても世界を瞬時につなげる、高速大容量だから楽しめる三菱電機の通信放送衛星は宇宙から世界をつなぐ。世界中のコミュニケーションを中継する通信放送衛星、高度3万6000キロから衛星放送データ通信に貢献、災害時や離島、海上などへのインターネットの高速大容量化、車などの移動する小型アンテナとの通信も可能となります。三菱電機ではカタールの通信衛星 SKL2 の生産が決まりました。今後中東、北アフリカ地域の通信インフラを支えます。そっか、人工衛星って僕たちの生活を助けてくれているんだね。そう、人工衛星はいつも宇宙から僕らを見守っているんだ。みんな宇宙で頑張ってる。まだまだこれからもずっとな。2014年2月、カザフスタンにあるバイコヌール宇宙基地からトルコの通信衛星を打ち上げました。インターネット、衛星放送などトルコの人々の生活に役立っています。またハワイのマウナキア船長に設置されたスバル